はい、おはようございます。Thank you。 今7時ですね、6時53分、友達とご飯食べるようなので、ちょっと7時半の予定で、早めに来ました。でこれを見ました。これがね、ベトナムコーヒーです。はい、あそこで飲んでる人を見かけて、あ、これ飲もうと思って、はい、来ました。はい、これが本当のベトナムコーヒーですね。こうやって入れます。時間がかかるんですよね、こうやって入れるのね。はい、なかなかね、こうやって出してくれるところが少なくなったよね。だから、珍しいなと思って、来ました。はい、ちょうどよかったかな。うん、実はね、友達がちょっと遅れるっていう話で、はい、ただ、まあ、コーヒータイムということでちょうどよかったです。今日ね、ご飯食べてから、あとはホステルに帰ってちょっと荷造りをしてシャワー浴びて、で9時半ぐらいかな、空港に向かいます。はい、ね、12時のフライトですね。ですので10時半ぐらいに着ければいいかなっていう感じですかね。まあ、国内線なんでそんなに時間はかからないでしょう。はい、トランニーなんだろう。隣の人が新聞で隠してるけど取りませんかなっていう感じだよね。ベトナムコーヒーです。はい、おいしいですね。ね、こういう形です。はい、これがベトナムコーヒー、本当のベトナムコーヒーですね。はい、もっと甘いかなと思ったけど、結構ね、甘くないですね。まあ、砂糖少なめっちゃ少なめなんだけど、はい、もしね、機会があったら飲んでみてくださいって言ってもね、なかなかね、この瓶をね、使って飲む、入れてくれるところって少ないんだよね。うん、はい、それか家に持ってか、買って持って帰るかね。これ売ってますんで、だいたいそうね、200、300円ぐらいで買えるかな、と思います。はい、いろんなところで売ってます。多分ああいうところで売ってるんじゃないかな、わかんないけどね。そうね、まあ別にハノイでも買えるから、今買う必要はないんですけど、後で、買おうと思いますね。あとお土産に、ベトナムコーヒーね、友達にね、買ってくるって約束したいなとあるので、はい。何時だ、まだ7時だ、あと30分あるからね、歩いて10分ぐらいだから、まあ全然問題なく、はい、間に合いますね。はい、ベトナムコーヒーでした。いや、美味しかったね。うん、なかなかああいう風にして入れてくれるところってないからね。うん、なんだ、探したあるのかな、わかんないんだけど、まあ、ローカルの店に行った方が多分ああいう形で出てくるんだろうね。うん、で、お値段がね、12だね。で、だから60円、70円ぐらいか。安いね。まあ、雰囲気をね、味わうのがいいですよね。うん、うん、はい、ベトナムを感じたという感じですね。はい、そうね、ハノイでね、ベトナムのコーヒーを、そうね、品も含めて買って、お土産として、持っていきたいなというふうに思いますね。はい、ただ日本の友達にはちょっと難しいかな。難しいかもしれない。で、ちょっとどのぐらい時間がかかるかわかんないんで、日本に帰るのにね。
うん、1ヶ月もしかしたらかかるかもしれないし、うん、2ヶ月かかるかもしれないし、1ヶ月以内では帰んなきゃいけないんだ。どうせ観光ビザで入るのでね、はい、ワーキングビザじゃないので、1ヶ月以内ですね、その間に出ていくという形になると思いますね。あ、ですので、あんま買ってってもいいのかな、うん、そうだね、買ってってもいいんだね。ただあんまりね、多くは買えないよね、うん、そうね。それか、もう一回ベトナム経由で帰るかね、ベトナム経由で帰っていくかという形にするかですね、はい、ベトナム航空を使えばね、ベトナム経由で帰れますからね、はい、ベトナム航空がね、結構ね、ミャンマーからのそのあれですね、航空券がね、安いんですよ、ね、フルサービスでね、はい、ですので、そっちの方がいいかもしれませんね。もう本当にこの辺はローカルではないけど、その外国人がね、観光に集まるような場所とはね、ちょっと違うかな、うん、なので、ベトナムコーヒーを飲むんだったらこういうところの方がいいんだろうね。のんびりね、できると思います、ね、で、そのベトナムコーヒーの入れ方、本来の入れ方でね、入れてくれるカフェも多いと思いますので、はい、ですので、ちょっとね、なんだ、まあ外国人が泊まるような場所からちょっと離れてみると多いかもしれませんね、はい、なかなか行くのはめんどくさいというか難しいかもしれませんけど、うん、飲んでるよね、まあいいね、いいよね、まあ100円、まあベトナム人からして100円は高いのか安いのかちょっと、うん、あれかもしれないけどね、100円ぐらいで、朝ごはんが食べられるっていうのは、いいですよね、うん、はい、ちょっとその辺で、待ち合わせの予定なので地図をちょっと確認しますね。はい、ここでね、ご飯食べてました。3、2、1、はい、兄さんですね、私の友達です。はい、今ね、グラブで、迷子のタクシーを呼んでるところですね、はい、彼女はね、これから仕事ですね、これから帰って、ちょっとだけパッキングして軽くシャワーでもバーッと浴びて、入ります、じゃあね、帰るじゃないや、ハノイの空港じゃない、ハノイじゃないですね、最後の空港に行きますね、はい。